それどうも、今回やっていくのはハッセルバックポテトというスウェーデンの家庭料理でベイクドポテトの一種ですね。これは主菜としてもいけますし、付け合わせでもね結構活躍する料理なんで覚えておくといいかもしれませんね。このハッセルバックっていうなかなかにかっこいい名前をしてるポテトなんですけど、これはそのスウェーデンの首都ストックホルムにあるホテル&レストランのハッセルバッケンの名物料理らしく、1950年頃に誕生したと言われてるそうです。ちょっと僕も詳しくは知らないんですけどね。そう、詳しくは知らないんですよ。はい、そんなハッセルバックポテトなんですけど、作り方は全く難しいことはなくて、切れ込みを入れて塩をしてオーブンで焼くだけ、以上です。いやー、それはちょっとね大げさなんじゃないのって思う人もいるかもしれないんですけど、あながち間違いじゃないですね。大事なのは均一な切れ込みを入れることで、しっかりとね開かせることですね。このじゃがいもたちをアコーディオンみたいに。でじゃがいもの底は高さ 0.5 センチから1センチぐらい残して深く切り込みをしっかりと入れる。なんでね、深く入れすぎて切り落としちゃうことがあるから、さっきみたいに割り箸をね使ってこれ以上刃が進まないようにしておくと簡単だと思います。それで作り方のポイントはさっき言ったように切れ込みを入れたところがしっかりと開いていくことなんで、水にさらしてねでんぷんを逃がしておくことが重要なんですよね。そうしないとうまく開かないし、いい感じに焼けないっていう問題が出てきちゃうんで、流水でしっかりとでんぷんを洗い流します。流水する時間も5分から10分ぐらいしっかりやった方がいいですね。それをやるのとやらないのとではだいぶ成功率が変わると思います。成功率っていうか、まあ仕上がりの精度ですね。それで今回この別で茹でてる芋は、ソースとして作っていきます。じゃがいものソースですね。なのでハッセルバックポテトをディップするようなイメージです。正直ねこれがなくても全然美味しいんですけど、まあちょっとねあると味変になるかなと言ったような感じで作ってます。生クリームを加えて、それで少し温まったらじゃがいもを入れて混ぜていくっていった流れですかね。裏ごししたじゃがいもは温かいうちにこの作業は進めていった方がいいと思います。あとホイッパーを使ってしっかりとこうダマにならないようにかき混ぜるのもポイントですね。それで裏ごししたじゃがいもと生クリーム、これらは結構焦げやすいっていうね特徴あるんで、鍋底に焦げつかないように管理することも大事です。よしよし、ここからはですねハッセルバックに塗るオイルソースを作っていくんですけど、オリーブオイルとあとバターがベースですね。バターを焦がしバターまではいかないんですけどね、しっかりとこう加熱して香りを出して、クローブ、あとはニンニク、それと黒胡椒をたっぷり使います。この黒胡椒がねいい働きしますから、ポテトにねキレを出してくれる感じです。いい香りということで、この仕上がったオイルソースをあとはポテトに塗っていきます。実際のスウェーデンのオリジナルだと芋、バター、塩、パン粉以上らしいですね。だいぶシンプルなので、まあね今回やっているようなのはアレンジの一つですよね。あとローズマリーとかタイムとか使うこともあるんですけど、香りをね移すために。今回は使わないですね。あとこのベーコンの間に、ベーコンの間じゃなくてこの芋の間ですね。芋の間にベーコンを挟んだりチーズを加えたりと、本当にお好みに合わせていろいろといじれるっていうのが魅力的ですね。全体に濡れたら一旦塩をして、この後はオーブンの中に入れていきますね。オーブンの強さにもよるんで一概にこうとは言いづらいんですけど、だいたい200度で20分から30分ぐらいですね。いい感じに焼けてくるのでこれで一旦取り出します。そして先ほどのオイルソースですね、これをまたまんべんなく全体に塗っていきます。それでオイルソースの中にも入ってるんですけど、再度上から黒胡椒を振ります。お好みでもいいんですけどね。あとお塩も。それでもう一度オーブンの中へ、だいたい 2,30 分ぐらいです。それで焼き上がったのがこちらです。ちょっと右手前のが攻めすぎましたけど、まあこんなこともあるということでね。ポテトのソースにはチーズを加えて仕上げていきます。というわけで盛り付け、ドレッセといった感じですね。いい感じに一枚一枚が開いてるんじゃないでしょうか。いい感じ。彩りとハーブ感の綺麗のためのパセリを振って、あとはソースを別鍋で、別の容器で完成ですね。これうまし。この上がクリスピーで下がホクホクしてるのがめちゃくちゃいい。あとまたこうね、全然またテクスチャーの違う芋チーズと合わさったソースの状態でディップして、贅沢な芋感ですね。うまっ。ニンニクの香りもしっかりしてるな。付け合わせの領域を超えてる。間違いない。というわけでハッセルバックポテトでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。